1>, 1、異空2、触手3、口腕4、中二川5、生殖腺6、放射管7、口水クラゲは、蜂無質な畑口ク,クラゲ目水ク,クラゲ化に属するクラゲの一種。日本近海でも最も普通に観察できるクラゲである。傘に透けて見える、異空、生殖腺が4つあることから、四つ目クラゲとも呼ばれる。 生体で傘の直径15から30センチメートル、それ以上のものも稀に見られる。傘には、円辺部に、中空の細く短い触手が一列に無数に並ぶ。傘の下側の中央に十字型に口が開き、その四、隅が伸びて、葉脈の位置で二つ折りにした柳の葉のような形の四本の、口腕となる。体は四放射相称で、口腕の伸びる方向を成熟。 その中間の軸を、間軸という。間軸の方向に4つの丸い空があり、馬底形の生殖線に取り囲まれる。このため、4つの目があるように見える。稀に5放射、6放射になっているものも見られるが、基本的な体の作りは同じである。四方を持つが、刺されてもほとんど痛みを感じることはない。ただし、遊泳中に皮膚の角質の薄い顔面に触れた時に、 人によっては多少の痛みを感じる。最近の研究によれば、ザリガニに対する毒性試験で猛毒のハブクラゲの1、4程度の毒を持っているとされ、分子量4万3000の酸性タンパク質が毒性物質の主成分と考えられる。北緯70度から南緯40度くらいまでの世界中の海に分布し、30から32パーミルの低い塩分濃度で、 水温級摂取19度の沿海に多く分布する。日本沿岸でも、大発生がしばしば見られ、漁網を破損させたり、発電所の取水口に詰まって、発電を停止させる事故を起こすなどの害をなすことがある。遊泳能力は、クラゲの仲間の中でも低い方で、水中に漂って生活する。私有遺体であり、オスは透けて見える、生殖層が白っぽく、メスは、 若干茶色がかっていることで識別できることもある。餌となるのは主に動物性プランクトンで、時に飼料を捕食する。遊泳運動は捕食活動も兼ねており、傘を開閉することで沿辺部の植手の間で海水が露化され、そこに浮遊する動物プランクトンが植手に捕らえられる。餌は植手の四方に刺されて麻痺すると同時に粘着性の刺し糸に絡め取られ、 粘液と専門運動により、傘の縁、塩弁の中央の8箇所に、団子状に集められる。間欠的に、口腕が触手を撫でる時に口腕の溝の内側に、餌が包み込まれ、専門運動によって、口に運ばれる。育空消化された餌の粒子や液は、放射管から水管を通って全身へと運ばれる。呼吸においても、同じ器官を通して、 体全体に拡散された海水より酸素を取り込む。傘を開閉する運動は遊泳と捕食のためだけのものではなく循環機能を働かせるための運動でもあり、つまり体そのものが心臓の役割を果たしている。また、クラゲ類は中枢神経系を書き、体のどの部分にあっても一つの神経細胞が命令を下すと、新幹線並みの速度で神経伝達が行われ、 相対的に統合した運動を行うことができる。傘の円の8箇所に光の明暗を感じる目点とバランスを取るための平行器を備えた感覚器がある。繁殖力が強く生活感も明らかにされていることから研究用途に使われることが多い。また、その半透明の美しい姿は人々を魅了し、ペットとしてもよく飼育されている。 ハチクラゲの生活し成熟したオスから精子が水中に放たれ、メスがそれを取り込んで受精をする。受精卵はメスの口腕の保育脳に運ばれ、卵活を繰り返して体表に洗毛が生じて、プラヌラ妖精にまで成長してから海中に泳ぎ出る。プラヌラの長さは約0 2ト、mm、ルで体表の洗毛を動かして回転しながら遊泳する。数日間遊泳した後、 適当な付着基盤に付着して、変態を開始する。先端に触手が伸び、定着してから15時間ほどでイソギンチャクに似た、ポリップと呼ばれる段階に成長する。変態直後のポリップは2本の触手を持ち、中央に口が開く。触手には、四方が備わっており、餌を取ることができる。ポリップは節時により成長し、触手の数は4、8、16本と増え、 24本に達することもある。成長したポリップは無性生殖で増殖し、コロニーを形成する。無性生殖は直接、あるいは層うね上がりに、新しいポリップを形成する出芽と、体が水平方向に伸びて、縦に2つに分かれる分裂が主であるが、ポリップが移動した後にシストを作ることもある。ポリップは非常に優れた再生能力を持つ。 例えば細かくすりつぶしてしまっても、しばらくするとバラバラになった細胞組織が集まり始め、最終的にポリプを再生する。成長していったポリップは徐々に体にくびれができ始め、くびれはさらに発達して8枚の塩弁が形成される。この時期のポリップを横分体と呼ぶ。横分体はくびれを増やしながら伸びてゆき、やがて先端の触手は吸収されて消失し、 各節が分離して海中へと泳ぎ出す。この3ト、mm、ルほどの花のような形をしたエフィラは、その一つ一つが水クラゲの妖精である。腕状の塩弁の間が成長して円形になった時点で生態とほぼ同じ形のチクラゲになる。エフィラとチクラゲの間にメテフィラと呼ばれる段階を区別することもある。プラヌラポリップストロビラエフィラチクラゲ生態一部の 地域個体群では、プラヌラ妖精が、直接、エフィラ妖精に変態してそのままクラゲになるものがある、ことが知られている。鶴岡市立カモ水族館の水クラゲ、その遊泳能力の低さから、普通の水槽では露過器の吸い上げ口に吸い込まれたり、水を滞留させないと沈んでしまったりするため、専用の水槽と露過装置が必要となる。非常にデリケートで飼育は簡単ではない。 世界で初めて飼育方法を確立したのは日本の江ノ島水族館である。適正 pH8.0 弱アルカリ性の水質を好む。水中には高気性バクテリアが必須で、このバクテリアがいないと餌の残りなどの有機物から発生するアンモニアが無害な硝酸塩に分解されない。ただし、硝酸塩も増えすぎると pH 値が下がって水質が悪化するので、 pH 7.7以下になる前に、水替えが必要となる。土材に酸素が十分含まれており、アンモニアを発生させれば、好気性バクテリアは、自然に繁殖する。逆に酸素が不足していると、嫌気性のバクテリアが増加し、硝酸子を有毒な亜硝酸塩に変えてしまう。強制的にアンモニアを発生させるには、先に試験的に魚を1、2匹入れて、 しばらく飼育すると良い。魚の糞によってアンモニアが発生する。その後、混営させるとポリップを食べてしまう魚種もいる。他には、市販の高気性バクテリアを使用したり、すでにバクテリアが繁殖している状態の砂を敷くなどの方法もある。本種は特に水温の許容幅が広い種類のクラゲで、プラヌラ、ポリップの適温は5摂氏30度と幅広く、水温を あまり気にする必要はない。生体は15摂氏20度くらいの時が最も活発で、摂氏30度を超えると大部分の個体は死亡してしまう。触手に捉えられたプランクトン餌となるのは、ブラインシュリンプである。冷凍のものも市販されているが、卵から孵化させた生餌の方が脂肪酸が多く、栄養価が高い。卵は、やや薄めの海水を入れた、孵化容器に入れ、 エアポンプで酸素を供給しながら水温を摂氏27度前後に保つと18から24時間で孵化する。浮遊している茶色い卵の殻はスポイトなどで除去し生態のみを与える。余ったブラインシュリンプは冷凍保存しても良いが家庭用冷凍庫での保存期間は5日程度と短いため常に新しいノープリウスを返し続けるのが最善である。 生餌は死亡すると急速に水質を悪化させるので、食べ残しを出さずに休止するためピペットに吸い込んだ、ブラインシュリンプをクラゲの口のあたりに直接吹きかけてやると良い。ブラインシュリンプには、走行性があり、ペンライトなどで一方から光を当てるとそこに集まってくるので、これを吸引すると効率よく、ピペット内に取り込める。メディアを再生する泳ぐ水クラゲ。ありがとうございます。